こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は山梨県の道志の森キャンプ場に来ています。前回の動画は概要欄 URL からご確認ください。さて、そろそろ晩飯の準備をするか。今回もゆっくりしたいので手抜き料理だ。無印良品ひばりと晩飯。前回のセブンしばりに続いて楽しみだ。ただ水を温めるだけの作業。なかなか沸騰しない。青野原キャンプ場でのそうめんの悲劇が頭をよぎる。ガス切れが原因だった。こういうトラブルもまた風情。完成。うまそうすぎる。両方うまいが塩味が足らない。さて、再び乾杯するか。うまい。銅のマグ買ってよかった。日が暮れてきて、だいぶ冷えてきた。この寒さなら、夏でも安心できる。これがまた、うまかった。辺りも暗くなり、周りのテントに明かりがつき始めた。それぞれのスタイル、それぞれの楽しみ方。ずっと食べてみたかった
ガーリックシュリンプ。火が弱すぎて気持ちいい音を聞くことができなかった。手抜き料理キャンプ、しばらくハマりそうだ。人数が多いときはちゃんと料理をすることにするか。つまみが増えて酒のペースが速くなる。この雰囲気、時間が愛おしくてたまらない。気がつけば最後の料理。お菓子を買い忘れたので、ミニラーメンを砕いて食べることにした。クラムチャウダーが一番美味しかったかもしれない。最後にワインを飲もう。子供の頃にあなたが連れて行ってくれたキャンプ、今でもはっきり覚えています。まさか自分がここまでハマるなんて思ってもいなかった。焚き火を囲んでキャンプの話をしながら酒を飲んでみたかったな。あなたがビールを飲んだ後の笑顔が見たかったな。だいぶ飲みすぎたな。そろそろ寝よう。朝だ。キャンプの朝はいつもタイマーなしで起きてしまう。前日の雨予報もあり、ほとんどの荷物はしまっておいた。やはりテントの近くに川は欲しい。さて、朝食の準備をしよう。無印のミニラーメンと味噌汁。ミニラーメンがうますぎた。チキンラーメンより好きかもしれない。さて、片付けするか。2時間もかかってしまったが、なんとか全て終えることができた。
帰りの時間になって急に晴れてきた。これもきっとキャンプあるあるなんだろうな。雨降らないでくれて本当にありがとう。さあ次はどこへ行こうか。後ろ近いですよ。こっちは観光で来てるんですよ。50キロ道路ですよ。